おはようございます。本日エボ前日ですね、3日目の朝になっております。今からね、明日のエボに向けてバッジを取りに行かなきゃいけなくて、何ぐらいいんの？5000人、まあ、多分5000人近くいるんで早めに行きたいね。でもう今日からもうエボまで本当時間が少ないので、たくさん練習して詰めるとこ詰めて頑張っていこう。3日目だけどいよいよな、海外にも慣れてきたね。住めるね。一人でも行動できるレベルには成長した。慣れてはきた。違和感とか感じなくなってきたわ。エレベーターの中は静かにしまっちゃうね。今からエボの会場に向かいます。すげえノリノリな電車に乗ったな。え、でっか、何あれ、やば、これ映画館なの？映画とかコンサートしてる。これ行こう、これ行きたい。でかすぎだろ。見てくれみんな、これイボに向かう道です。これやべえな。案内されたら車に乗せられて、この白いトンネルを越えたら会場に着くらしいっす。立ち入る、やばい。これはえ、すごい、何これ本当にこれ、わかんない。何があったの、エボに。え、エボに何があったの。あ、上に通じるんだ。で、すげえ。デカする。Do you like Tesla? Yes. Yes. いいね。ナイス質問、ナイス質問。いいよ。Okay, guys. Thank you. Thank you. たった今、エボの会場に来て、バッジを受け取ろうとしてます。人がね、すげえ。すげえ多い。これあれですよね、すべての格闘ゲームですよね。そうそうですよね。まあそう、一番人気ってなんですか。じゃあソシックス。あ、ソシックスなんだ。あ、じゃあもう大体ソロクスか、やっぱ。まあどうだろう、ソシックスは確か6000人ぐらい。やば。で、敵がそあの5000人ぐらい。のイメージ。鉄拳超えてくるのすごいですよ、海外で。まあそうね。あ、そっか、海外は鉄拳大人気。まあそう、海外人気あるから。あ、そっかそっか、すげえな。じゃあやっぱ日本とかからいっぱい来てるってことですよね。私やって影的にも多いんじゃない。まあそうだね。はい、たった今受付が終わって、明日のエボに向けての、これなんだ、この切符を手に入れました。これがあったらね、明日のエボ参加できるんで、とりあえずもうゼロ回戦敗退はない、ありえないですね。いや、よかった。はい、対戦会を終えて、夜ご飯を食べに来ました。キムチだって。海外で日本食食えるの、なんかマジで楽しい気持ちになれる。海外のお店めっちゃおもろくないですか。なんか中が広くて、なんか、まあ、広いな。広いですよね。どこもどこ行っても広くないですか。土地があるからね。ああ、そっか。20分待ちだって。これなんて言ってるんですか、ハイタニさん。寿司屋あるぜ。寿司屋。ああ、カリフォルニアロール。え、それ知ってるんですか。俺昨日行ったんすよ、寿司屋のノブってとこ。寿司屋のノブ。そしたらマジでカリフォルニアロールが8個ぐらい出てきて、絶句。いや、もういいわって。すごい綺麗。はい、エボ当日の昼になりました。あれ、俺のプールって夕方ぐらいですよね。4時とかか。4時なんですが、まあ、今からぼちぼち向かっていこうと思います。4人倒せば2日目に残れるん で最悪1回負けちゃっても2回負けなければ、2日目に行けるので、まずは2日目目指して頑張ります。会場到着しました。おお、すげえすげえ。これが海外のイボです。これをね、あ、荷物検査があるんだ。
この世界。いろんな格闘ゲームがここに集まってます。鳥肌がやばい。ちょっと歩きますか。歩いて散策してから。へえ、レジェンズラウンジ、ここに梅原さんがいるらしいです。海外人気やばくないですか。やっぱ王がこれなのは嬉しいですね。あ、いた梅原さん、すげえ。本当だ、ヒットボックス。会場マジででかい。鉄拳の試合とかしてる。これって野試合ですか。はいはい。へえ。海外の人をなんかこうやって Vlog とか撮って映り込んだ時に手とか振ってくれるのいいんすよね。なんかフランクっすよね。ハッピーな気持ちになる。え、見てください、筐体ありますよ。レトロゲームコーナーだ。すげえな、こんなのどっから持ってきたんだよこれ。しかもなんかみんなちゃんと動かしてんのもすげえな。何年前のゲームだよこれ。すげえ、本物のパラディンにいた。マジか、こんな風にいるもんなんだね。頑張れよ修士。怖い？大丈夫、お前うめえもん。お前うめえからどうせ勝つよ。始まっとるかな。いいぞいいぞ。はい、いけ、ヤサオコンボいけ。おい、そんな日もある。当たらない。はい、ヤサオコンボじゃなくてなんだっけ、なんだっけ、あのガイルのあの、あ、人生勝ち組だ。人生勝ち組。いいやん、シュージー。シュージーいいやん。でもちょっと緊張したな、ちょっと緊張したな、緊張したな。はい、回すね。早いね、レバーが。ブローケン。サンキュー。ブローケン、ブローケン、いやいやいや。サンキュー。いやいや、チーターでした。チーターでした。ブローケンってどういう意味？ブローケンって壊れてる。チュンリ本人だ。おい、負けとかった今、危なかった今。はい、あ、いいよ。おお、高木。GG、高木、ナイス。高木、ナイス。めっちゃ嬉しそうで笑った。やったー。めちゃ嬉しそうじゃん。プルプルだ。止めましたね。重いよ、重い。おい、おい、欲しい。あ、いいよ。あ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、通る。うわ、いいよ。よいしょ。いや、でも高木いけるぞ。いける、いけるぞ高木。お、アールさんだ。頑張るよ。頑張るよ。じゃあここの台豪華すぎません？ここの台ね、ちょっとね、絶対圧あると思うわ。対戦相手。高木今どんな感じ？今、うん、今ね、結構気持ちいい。いや、気持ちいい。気持ちいい。いいじゃん。ただあと1回なんだよな。ハラハラ感やばいよね。うん、やばい。楽しんでるね。ここは絶対取んないといけない。結構緊張してる人たち。
会話結構緊張してる。硬いし。わ、いいよ。よいしょ、高木。初大会エボやばい。おお、やる。いや、人形ある。何？おお。原付。なんかある。やばいな、いいしょ。長陽介、長陽介。あぶね。お、うまっ。なに、行かないよ、行かないよ。やばい、ワンチャンある、このゲーム。このゲームワンチャンある、ワンチャンあるぞ。いや、いいリバイ、いいリバイ。さあ、岩有利。おお、高木。高木。見えない奥さんまで見えた。にっこりやね。だからもう俺もそうなのかなと思った。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。慶応出てからやな、はい、厳しい。高木さん、ん、配信台らしいですけどどうですか。行きたくなかった。なんでだよ、細いところで、うん、細くて暗いところでやりたかった。狭くて暗いところでやりたかった。まあでもこうなっちまったらな、出ちゃうよ、うん、世界に。高木世界へ、高木世界へ GO です。頑張れー。めっちゃ目だ、めっちゃ目だ、来た、ごめん。おお、高木、高木。初めて見た、高木初めて見た光景。初日でアンダーガッツポーズ出ないぞ。すごい、頑張れ、いけ高木、いけ高木、高木いいぞ。わ、やる、わわ、高木まだ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 終わってないよ。早い早い、これだわ、高木ナイス、やるわ、高木やるわ、高木いいや、高木いいや、お疲れ、嬉しい、高木お疲れ、嬉しい、高木お疲れ、やっと最後でジャンプでよかったかな。いや、よかった、いや、よかった、よかった、後ろに行っちゃった。ね、前だったらね、まあ、うん、偉すぎますね。どうでした、配信でどうだった。あのね、みんな俺のこと見せたわ。当たり前だろ、やってきたぞ、おい、やるよ、やるよ、最高、やった、嬉しい。でも勝つと思ったな、割とマジか。俺の一日抜けより嬉しいわ。よっしゃ、どうですか。いや、もう世界一気持ちいいわ。俺も配信台じゃないとストロークできねえ。そうだよな、だ勝ったらいいよ、勝ったら。配信台じゃないと俺ストロークできなくなっちゃった。気持ちよくて、もうダメだ、もう脳試合とか絶対できねえ。なんでだよ。なんでだよ。